I'm not afraid to die.
担当リーダーの中村ひなです。はい、アイロ担当榎宮エマです。はい、紫色担当木球です。はい、白色担当クルスヤです。はい、黄色担当研究生の星野美穂です。はい、ピンク色担当研究生の佐藤理香です。はい、緑色担当候補生の塩崎愛奈です。はい、オレンジ色担当候補生の吉田芽衣です。私たちアクアプラネットです。よろしくお願いします。はい、今日は皆さん分かる通りじゃないわ、何て言ったらいいんだろう、分かってる通り、みおちゃんのバースデーライブとなっております。イエーイ。はい、先生、あのね、あともう一つ、何よりさんがね、福岡にご来福されてて、なんだっけ、よくいらっしゃったねみたいな、よくいらっしゃったね、よくお越しいただきました、ありがとうございます、来てくださって、ありがとうございます、ね、ちなみに、その遠征できたよって人がおる、はぁ、通りで見ない顔と思ったわ。え、じゃあ初めましてやけど、最後までちょっとアクアプラネットのね、いないよ、あのミオさん、黄色担当のね、ミオさんのね、バースデーライブを一緒に最後まで盛り上げて帰ってくれると嬉しいです。よろしくお願いします。お願いします。はい、ちょっと誰かに MC を投げていいですか、任せていいですか。はい、投げられました。投げられました。投げられました。みおちゃんは18歳ですね。18歳の人、うん、ちょっとまだ18歳じゃないか。そうだった。今年18で。あ、帰ってきた。帰ってきました。帰ってきました。ああ、18歳になってちょっとなんかやってみたいこと。やってみたいある？なんだろう。ああ、うん？でも特にないよね。選挙も終わったし。そうですね。なんだろう、何もない、何もない特に何もないそうですね。なんか美味しいご飯を食べに来てください。そうですね、食べます。すごい、みんな緊張してる、なんでなんでなんで、絶対私が一番緊張してると思うんですけど確かに可愛くないですか。え、可愛い、フラスターめっちゃ黄色、いやー、光ってるですね、光ってる。今日はよかったらね、ぜひ皆さん黄色を振っていただけたら嬉しいです。はい、あ、ありがとうございます。黄色すごいいっぱい、なんか喋っていいんだよ。喋っていいんだよ。え？なんかみおちゃんの思い出とか喋ります？喋る。みんなで。一番あるやろ。常日頃ずっと一緒やってね。さっきも一緒に、どこ行ってたのあれ？ご飯行ってた。あ、ちょっと準備ができたので、いいですか。あ、準備できました。ここでファンの方からね、花束とね、あの記念品じゃないけどなんていうプレゼントをもらってるので、はい、みおちゃん真ん中来て、じゃあ先に、あ、ハッピーバースデーから、ハッピーバースデーから歌いましょう。え、歌わないか、お願いします。渡した方がいいですかね、先に渡す。あ、よし、じゃあそれでは、あのファンの方から素敵な花束とね、時計、え、めっちゃ可愛い、そうもらっているので、こちらを先にお渡ししたいと思います。ありがとうございます。それでは、ありがとうございます。あ、水がちょっと気をつけて、可愛い、おめでとう。あ、待ってますよ、待てる、怖い、いやー、なんかさ
ありがとうございます。ありがとうございます。めっちゃ可愛い。可愛い。可愛いだね。しおちゃん、真ん中行こうか。はい。あの、ハッピーバースデーをね、みんなで歌いたいと思います。みんな歌えないのか。手拍子、手拍子で。じゃあ、行きましょうか。せーの。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアミオちゃん。ハッピーバースデートゥーユー。おめでとうございます。ありがとうございます。じゃあそんなミオさんから一言いただいてもいいですか。なんだろう、ありがとうございます。すごい力。あの、今年はもっとあの可愛くなります。はい。おー、以上です。もう可愛い。可愛い。ありがとうございます。え、何歳になったんだっけ。あ、18になりました。18ですね。成人ですね。成人からね、だんだん大人のね、女性に変わっていくと思うのでね、はい、まだまだみおちゃんの成長をね、一緒にね、ね、見届けてね、欲しいね。欲しいです。よし。じゃあね、この後はね、生誕といえばのあれがあるので、ペンライトとか持ってる？みんな。持ってますか？黄色のペンライトに。ちょっと準備期間、準備期間。じゃあその間にこれ置いてこようかな。さすがにね、これも頼むお預かり。ありがとうございます。お、すごい、ちょっと黄色になってきた。いい感じですね。みんな黄色。あ、持ってる持ってる。あ、すごい、ペンライト持ってる。え、かわいい。あ、オッケー、全部。あ、かわいい。わあ、じゃあちょっとお時間も早いの、はい、早いところで残り1曲となりました。うっすらありがとうございます。ありがとう。じゃあそれでは最後あの曲で締めるので、ぜひみんなも踊ってください。
ありがとうございます。ありがとうございます。はい、それでは最後に告知をさせてください。はい、この後2部もここキューブリックさんでライブをさせていただきます。はい、お待ちしております。はい、そして明日8月7日日曜日もここキューブリックさんで2部制のライブに出演させていただきます。そして8月14日はアクアスオンネットワンマンライブがあります。イエーイ。場所はベイサイドホールさんです。はい、はい、アクプラ予約3回以内の方には新規チケットがあります。あります。なんと無料で入れるのでぜひ来てください。よろしくお願いします。お願いします。はい、それでは支援が物販にお待ちしています。それでは以上、私たちアクアプラネットでした。ありがとうございます。